バイセンテニアルモール州立公園は、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルの都市部にある、州立公園。テネシー州会議児童北西に位置する。1996年6月1日、修正200周年を記念して開園された。バイセンテニアルモールのカリオンの柱19エーカーの、公園は北にジェファーソン通り、南にジェームス・ロバートソン通り、東に6番通り、 西に七番通りが囲んでいる。ファーマーズマーケットが西隣にある。テネシー州の歴史に関する多くの展示が施され、また自然や史跡を楽しむことができる。南端にはテネシーマッププラザと呼ばれる花崗岩による幅200フィートのテネシー州地図が地面に設置され、群、河川、道路などが記されている。他に8枚の小さな花崗岩に、 中の情報が刻まれている。リバーズ・オブ・テネシー・ファウンテンズでは31本の噴水がテネシー州の主な河川を表現している。この公園の中心的なものは2000席の円形劇場のテネシーアン・フィシアターである。北端にはコート・オブ・スリー・スターズがあり、円形広場には赤、白、青に着色した加工岩により西部、中部、 東部に分かれたテネシー州3地域を表現している。広場を囲むように50本の柱に95群を表す95個のカリオンが備え付けられ、時間によって音楽が奏でられる。円形劇場から円形広場まで芝生が敷かれて、木々が並び、主に4本の通路が通っている。内側の2本の歩道は、パスオブボランティアという名で、 寄贈者の名が刻まれた1万7千個の敷石の道が、それぞれ1400フィートの長さに伸びている。東側、外側の通りは、ウォークウェイ・オド・カウンティズという名で、州内3地域の地理や植物について記されている。この歩道には、各軍のタイムカプセルが埋められ、修正300周年の2096年7月1日に開けられる予定である。 西側外側の通りは、パスウェイ・オブ・ヒストリーという名で、全長1400フィートの壁に、テネシー州の歴史が刻まれている。また西側の芝生には、市民保全部隊、第二次世界大戦、修正100周年などの記念碑がある。2006年、ナッシュビル・ビジネス・ジャーナルは、ナッシュビルで一番の観光地として位置づけた。二千十一年、アメリカン・プラニング・アソシエーションは、 全米の公共スペースのトップ12バイセンテニアルモールをリストした。ウィキメディアコモンズにはバイセンテニアルモール州立公園に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。